どうも、ハンサムクロジです。今日はですね、アイスを食べたいと思います。アイス。こちら、ハーゲンダッツ、花もち、きなこ黒蜜と花もち、みたらしくるみです。結構前に発売されていたんですけど、すぐに完売しちゃって、やっと最近再販されたという商品でございます。僕、食べたことないんですよ。前に売られてた時も結局機会を逃して買うことができずに今に至っております。今回もですね、めちゃくちゃ売れてました。コンビニにはなくてスーパーにだけあるって感じだったんですけども、特にですね、みたらしくるみものすごく売れていて、こっちも美味しいんですかね、人気があるのかわからないですけど、やっぱり相変わらず人気の商品となっております。きなこ黒蜜から食べてみたいと思います。おー、すごい。これ多分お餅ですよね。お餅がこう乗ってて、きな粉がこうパパパーっとかかってますね。どんな味なのか。まだ硬いかな。あ、大丈夫そう。いただきます。あー、餅が結構柔らかい。よいしょ。おー、すごい層になってる。ちゃんとアイスの上にお餅が乗ってるって、まあそのままですね。で、中の方に黒蜜が入ってるのかな。ちょっととろっと見えますね。いただきます。うん、おいしい。お餅柔らかい。で、お餅おいしい。これ美味しい。これなんで今回すぐなくなったのか、まあまあ前回もすぐなくなったんでしょうけど、今回もこの勢いでなくなったのか分かりますね。これ前回例えば1個だけ買って売り切れちゃって、あと食べれなかったって人が再販だってなったら、1人10個とか20個とか買いだめしたくなるくらいうまいわ。僕もあと5個ぐらい買っとけよかったってくらい美味しい。すごいすごいすごい。黒蜜がね、こう層になってて中に入ってますね。このアイスは何アイスなの？きなこっぽいアイスですね。きなこアイスクリームに黒蜜ソースを混ぜ合わせ、柔らかな餅、香ばしいきなこを重ねました。やっぱりあのきなこアイスです。で、中に黒蜜が層になってちょっと入ってて、その上にお餅があって、その上にきなこ、これはさ話題になるわけで、うまいわ。さあ次はですね、みたらしくるみ食べてみたいと思います、うん、あ、こっちはお醤油だ。まるで琥珀のような透き通ったこの飴色。こっちはアイスクリームがミルクアイスクリームで、それにくるみが混ざってて、その上にお餅を乗っけてみたらしソースをかけたっていう商品だそうです。いただきます。おっ、しょ。おー、とろっとした感じがいいですね。あ、うまい。あ、うまい。甘じょっぱい。あとくるみの歯ごたえもちゃんとあります。全体的にあのソースのせいもあるんですけど、お餅もトロッとしてて、口の中でもトロトロトロっつって、その食感がいいですね。で、トロトロの中にこうくるみのパリッサクみたいなのも残ってて、で、甘じょっぱいっていうこの和風な感じ、この組み合わせがすごい絶妙。確かにこっちが売れてたってのもわかるわ。一見するとこうきなこ黒蜜の方が食べやすくて、まあ、美味しいんですけど、こっちはね、癖になる味ですね。ごちそうさまでした。僕こう見えてお風呂上がりなんですけど、大変美味しくいただきました。あのお風呂上がりにぴったりのアイスクリームですね。はい、じゃあどっちが美味しかったかというのを発表したいと思います。みたらしくるみです。おめでとうございます。みたらしくるみが美味しいです。味としてはどっちも同じくらいの美味しさです。どっちもめちゃくちゃ美味しいです。ただどっちかしかなくて、もう一度食べれるならどっちを食べたいかって言われた時に、じゃあみたらしくるみってなっちゃうなと。みたらしくるみが今回きなこ黒蜜よりも、まあ僕が行ったスーパーだけですけどね、みたらしくるみの方が売れてたっていうのはそういう理由があるんだと思います。前回買った人がどっちかって言ったらみたらしくるみだけはでも食べておきたいっていう、そういう気持ちになったから、こっちをみんな選んだんじゃないかなと思いましたね。美味しいです。はい、というわけで、和菓子好きの方はもちろん、ハーゲンダッツ好きの方はですね、よかったらもし見つけた時は食べてみてください。本当に美味しいです。はい、以上、ハンサムクロジでした。バイバーイ。